の宮子村長でございます。はい、どうもトットでーす。はい、今回の動画はですね、プレゼント企画の発表でございますいつのですか、ちなみに。ですね、8月に締め切りしたやつですかね。遅ない？うん、今で10月も、はい、10月真っただ中な感じでございますけども、すいません、もう遅くなりすぎて皆さん忘れてるかと思います。すいません。ありがとうございます。申し訳ございません。急になんか変な送られてきたっていう感じになるかもしれないですけど、それも一個で言ったらサプライズとしてね、受け取っていただければなと思います。100均の1泊2日できるキャンプ道具セットということでね、プレゼント企画させていただいたんですけども、予想では5人ぐらいしか来おへんだろうと、応募者数が5人ぐらいしか来おへんだろうと思ったんですけど、なんとすごい達成率 100% 超えました。すげえ。なんと予想5人のところ、6人来ました。ありがとうございます。達成率絶対 120%、 120% の達成率分かる？意味営業成績のノルマで 120% って考えてみる。相当優秀な社員やでそれ。確かにそうですよね。そう考えたらやっぱすごいことですよ。6人の人がもうこのいろんなグッズが欲しいと、はい、100均グッズをね欲しいと言ってくれはったんで、シーズン変わっちゃいましたけどね。シーズンは買っちゃいました。冬は絶対に使いません。冬は絶対に使わないでください皆さん、はい、確実に言います。投資します。応募してくれはった方々の名前をちょっと発表させていただきます。はい、お願いします。さともさん、鈴木 C さん、大輔さん、陽子さん、しえさん、アイドルみっちゃんということで、はい、この方々から今からね紙に名前書かせていただいて、引かさせていただきますので、ちょっと準備の方させていただきます。お願いします。はい、リグル村、お名前書かさせていただきました。どういう風にしましょうかね。これそうですね、なんかトランプみたいにしようか。ババ抜きみたいな感じでババ抜き方式ね。あ、じゃあ僕一旦それもらいますわ。もらってなんかシャッフルして、俺目つぶるわ。目つぶっといてくださいね。わかりました。はい、じゃあじゃあいきますね。このままじゃあお出ししますね。いかしてもらって、もうちょっと前来れますか。うん。この辺ですかね。あ、ごめんな、その前にさ、俺前ちょっとメガネのこと突っ込んでくれへん。ちょ待って、俺さ、ちょっと頑張ってさ、なんかこうボケてんのにさ、なんかカメラで俺の顔見えへんタイミングやなと思って、なんかその視聴者さんとさ、トットに関してもさ、ちょっとなんか面白いことしてあげようと思って、こういう風にさ、俺やってて目つぶってますよって言って、こういう風にやってこうやってるのに、じゃあもうちょっと前出てもらっていいですか。それもうただのボケ殺しなのよ。ねえ、本当に。ねえ、アシスタントかあんた。本当に。はい、アシスタントです。ちょっと頼みますよ。はい、ごめんなさい。これ目つぶっときます。これちゃんとこれ目つぶったらほんまに何も見えないんでね。わかりました。はい。いいですか。あ、じゃあ待ってくださいね。あ、じゃあお願いします。はい。はい。いや、突っ込んでくれへん。だからさ、一回さ、一回なんかさ、突っ込んでくれへん。なんか、いや、はい、そうですね、とかじゃなくて、なんか、練習やん。突っ込む練習やん。いや、まあ、突っ込み練習やん。一回突っ込んでや。わかりました。一回突っ込んでくれる。じゃあ、もう一回最初から、漢字でな。最初から漢字で一回やってみよう。最初から漢字で。トットの突っ込みを聞いてみたいな。そうそうそう。じゃそういうもう混ぜる感じで目つぶります。目つぶりました。はい、じゃあ皆さんいきますよ。はい、暴力やん。ちょっと待って、暴力やんただの。予想外。アシスタント怖っ。アシスタント怖っ。はい、皆さんお待たせしました。はい、茶番終わりでございます。はい、というわけで、そうそう引いてもらいましょうか。ガチでいきましょうか。ね。どうせやったらこれで引くわ。あ、それ引くんです。もう突っ込まんといて。わかりました。もう突っ込まんといて。逆に。出してるから。いきます。ちょっと混ぜてお願いします。いけたら入れてな。いけた？さあ、いや見えんねんマジでな。あ、茶番は終わりやってさっき言ったやろ。なんやこの時間。久々に面白かったんですよ。久々とか言うなよ。久々とか言うなよ。おい、これチャンネル主やぞ、一応アシスタントやろ。ちょっとお前自己肯定感上げさせろ。頼むわ、ほんま。はい。はい、ほな、ちょっと真剣に弾きますね。はい、真剣に弾きます。いくぞ。いくぞ。はい。これでいこう。いきます。はい。こちらです。大輔さんおめでとうございます。大輔さんおめでとうございます。おめでとうございます。大輔さん。おめでとうございます。踊っていただいた6名の方。いやいや本当にありがとうございます。まあ見ていただいたら分かると、ちょっとね、オリジナルパーカーを作ったんですよ。このエルモニキのイラストを描いてもらってオリジナルパーカーを作ったんですけども、まあちょっとこういう感じのオリジナルグッズとか。T シャツとかステッカーとか、もうほんま欲しいって言ってくれる人が増えてきたらプレゼント企画しようかなと思いますので、これからも応援するでって言ってくれる方、よかったら高評価よろしくお願いいたします。え？全然テンション上がってないよ。全然テンション上がってない。そんなことないですよ。上がってない。大丈夫。高評価押してほしいやろ。めちゃくちゃ欲しいですよ。高評価お願いします。はい、高評価お願いします。はい、いいねいいね。ありがとうございます。ということでね、次はですね、またなんか最近エルモニキがね、すごい人気が出てきてるというか、 TikTok の方でもなかなかね認知度が上がってきたので、バケモンの方が数字取れるんやということで、最近自分の顔出しづらいんですよね、ちょっとね。なんでちょっとたまには自分の顔出すと思うんですけども、はい、またエルモニキの方もよろしくお願いいたします。それでは今回の動画はここで終わりとさせていただきます。それでは皆さんありがとうございました。ではまた、バイバイ。